リディア・バレンティン・ペレスは、スペイン・ポンフェラーダ出身の女子ウェイトリフティング選手。75kg 級を、主としている。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは 75kg 級で、銅メダルを獲得した。2007年に、タイの遅延前で開催された、ウェイトリフティング世界選手権では 75kg 級に、出場し、合計 240kg で6位となった。 2008年に中国の北京で開催された北京オリンピックでは 75kg 級に出場し、115kg を上げたスナッチで5位、135kg を上げたクリーンジャークで6位、合計 250kg で5位となった。2012年にイギリスのロンドンで開催されたロンドンオリンピックでは 75kg 級に出場し、 121kg を上げたスナッチで4位、145kg を上げたクリーンジャークで4位、合計 265kg で4位となった。2013年にポーランドのワルシャーで開催された世界選手権では 75kg 級に出場し、122kg を上げたスナッチで3位、138kg を上げたクリーンジャークで4位、 合計2 6 0ラムで4位となったが、その後ロシアのオールガズボバが禁止薬物の使用によって失格となったため、バレンティンの順位が3位に繰り上がった。2016年、国際オリンピック委員会は、ロンドンオリンピックのドーピング検査で採取した265件のサンプルの再検査を行った。この結果、ロンドンオリンピックの女子7 5ラム級でメダルを、 獲得した3選手の検体はいずれも禁止薬物の陽性反応を示した。2014年にはスペイン政府教育、文化、スポーツ大臣からスポーツ功労勲章を授与された。2016年にブラジルのリオデジャネイロで開催されたリオデジャネイロオリンピックでは7 5ラム級に出場し1 1 6ラムを上げたスナッチで2位、1 4 1ラムを 上げたクリーンジャークで3位、合計 257kg で銅メダルを獲得した。ヨーロッパウェイトリフティング選手権では、2014年大会で1個の金メダル、2008年大会、2012年大会、2013年大会で、それぞれ1個の銀メダル、2007年大会、2009年大会、2011年大会で、それぞれ1個の銅メダルを獲得している。 スナッチでは2個の金メダルと4個の銀メダル。クリーンジャークでは1個の金メダルと1個の銀メダルと5個の銅メダルを獲得している。ありがとうございます。